銀河鉄道の夜宮沢賢治七北十字と栗尾深海岸前編おっかさんは僕を許してくださるだろうかいきなりカンパネルラが思い切ったというように少しどもりながら 込んで言いました。ジョバンニは「ああそうだぼくのおっかさんはあのとおいひとつのちりのようにみえるだいだいいろのさんかくひょうのあたりにいらっしゃっていまぼくのことをかんがえているんだった」と思いながらぼんやりしてだまっていました「ぼくはおっかさんがほんとうにさいわいになるなら」 どんなことでもする。けれどもいったいどんなことがおっかさんのいちばんのさいわいなんだろうカンパネルラはなんだかなきだしたいのをいっしょけんめいこらえているようでした「きみのおっかさんはなんにもひどいことないじゃないの」。ジョバンニはびっくりしてさけびました。 わからない。けれどもだれだってほんとうにいいことをしたらいちばんさいわいなんだねだからおっかさんはぼくをゆるしてくださると思うカンパネルラはなにかほんとうにけっしんしているようにみえましたにわかにくるまのなかがパッと としく「見るともう実に金剛石や草のつゆやあらゆる立派さを集めたようなきらびやかな銀河の川床の上を水は声もなく形もなく流れその流れの真ん中にぼーっと青白く五香のさした一つの島が見えるのでした」。 その島の平らな頂に立派な目も覚めるような白い十字架が立ってそれはもう凍った北極の雲でいたと言ったらいいかすきっとした金色の円高をいただいて静かに永久に立っているのでしたハレルヤハレルヤ前からも 後ろからも声がふりかえってみると、しゃしつのなかのたびびとたちは、みなまっすぐにきもののひだをたれ、くろいバイブルをむねにあてたり、すいしょうのじゅずをかけたり、どのひともつつましくゆびをくみあわせて、そっちにいのっているのでした。 思わず二人もまっすぐに立ち上がりましたカンパネルラの頬はまるで熟したリンゴの証しのように美しく輝いて見えましたそして島と十字架とはだんだん後ろの方へ移ってゆきました向こう岸も 青白くぼーっと光って煙り時々やっぱりススキが風にひるがえるらしくさっとその銀色が煙って息でもかけたように見えまたたくさんのリンドの花が草をかくれたり出たりするのは優しい狐火のように思われましたそれもほんのちょっとの間 川と汽車との間は、すすきの列で遮られ、白鳥の島は、二度ばかり、後ろの方に見えましたが、じき、もうずっと遠く、小さく、絵のようになってしまい、また、すすきがざわざわなって、とうとうすっかり見えなくなってしまいました。ジョバンニの後ろにのろは、 いつから乗っていたのか、性の高い黒い担ぎをしたカトリック風の海女さんが、まん丸な緑の瞳をじっとまっすぐに落として、まだ何か言葉か声かがそっちから伝わってくるのを、しんで聞いているというように見えました。旅人たちは静かに席に戻り、 二人も胸いっぱいの悲しみに似た新しい気持ちを何気なく違った言葉でそっと話し合ったのです「もうじき白鳥の停車場だね」「ああ11時かっきりには着くんだよ」「早くもシグナルの緑の明かりと ぼんやり白い柱とがちらっと窓の外を過ぎそれから硫黄の炎のような暗いぼんやりしたつきの前の明かりが窓の下を通り汽車はだんだん緩やかになって間もなくプラットホームの一列の伝統が美しく規則正しく現れそれがだんだん大きくなって広がった 二人はちょうど白鳥停車場の大きな時計の前に来て止まりました爽やかな秋の時計のダイヤルには青く焼かれた鋼の2本の針がくっきり11時をさしましたみんなはいっぺんに降りて車室の中はガランとなってしまいました 「20分停車」と時計の下に書いてありました。